本日ははい、メヤさん、ナナコさん、はい、はい、私のオリパ開封にお付き合いいただきありがとうございます。とんでもないです。楽しみでございます。なんとですね、はい、私ごとでございますが、はいはい、チャンネル登録者数が10万人に到達いたしました。10万銀盾銀盾銀盾確かにちょっと銀盾もらえるね。お二方ともまだ持ってまあ、まだちょっとさすがに10万ってなると、ね、なかなかね、はい、僕の給料ぐらいですね。10万円嘘でしょもっといい仕事しなやめな、もうそれバイト、学生のバイトやいやすごい、10万ってすごいないよ本当に。あの YouTuber ってチャンネル登録者数序列が決まる、あのこのこともね、あ私には敬語と、うんってことは抜いたらタメ語でいいってことでいいし怖い、まあ、七子さんはね、七子さんは勢いによるけど、そんなことないですよ。さあ、まあ、ということでね、集まっていただいてですね、はいはい、10万人記念ということで、はいはいはい、なんとですね、うん、私、うん、今からこのカメラの前に映しますけども、おでん、なんすかこれは。ポケモンカードの、はい、オリパでございます。10万人記念ということはもう想像通りでございます。あら、なんとこのオリパ10万円分でございます。ダメだよ初心者が、やりすぎ、初心者がそんなことやっちゃダメ。私のポケカレキはめちゃくちゃ浅いです。浅いどころじゃ今日だから対戦はね、もうやって、うん、やり方はもう完全に把握しました、ルールとはね、じゃあ何やるかっつったらオリパ買うでしょっていう、まあ、そんなこともないしそんなこともないし、じゃあ次何やるかっつったら、あと額10万壊れないよ、買うとしてもってこと。壊れない。ちなみに高橋さんって今までカードゲーム系はやったことある？いや、ないです。一回もないです。遊戯王とかもカードゲームを買ったことがない。ないです。初めてです。今日なのに10万円のオリパ。あ、だからカードゲームってそういうもんだと思って、だから俺何にもやったことがないから、あ、カードゲームってそういうもんなんだ。違うそれは見てる人間が間違ってる。違うの？それは見てる人間が、 YouTuber の人たちみんなそれやってるな。ナナコさんのせいだよこれは。違うのかな。違うんだよ、俺はそんなこと教えたくなかった。違うの本当に。ファミリーポケカで楽しくナナコさんのせいだよ。だってね、まあ、もう本当、うん、ケンシが知らなさすぎて、もうこれそのままリュックサックに入れたから、ね、黙って入れたらダメケンシ、それは何してんだ。カードが俺曲がっちゃうでしょ。そうなの、カードってこんな手や、なんかもうちょっと丁寧に扱わないとダメなんだっていうのを今日知ったぐらいで、初めてスリーブも買った。スリーブも買って、うん、っていうね。ということで、まあ、これは一体どういう内訳になってるんでしょうか。こちらがね、はいはい、これは2000円分のオリパ10枚、これで2万、これで2万、これ2万よ、2万、これだけで2万、これで5、2万ね、はい、で、こちらこれ書いてる、これ見えます、見えますかね、これね、はい、これ1枚、これは1パックか、1パック3枚、これ3枚で、このめでたすぎるやつもう記念って感じでしょ、これこそ。確かに10万人記念という感じの、こちらが5万円でございます。計10万円分のポケカのオリパを。お正月感すごいもん、すごいねこれね。汗が出てくる、なんかクリスマス来てお正月来たみたいな感じじゃないか。時期もちょうどいいね。ということで、こちらを今から、見ていこうかなと思っております。はい、まあもうこれはまあ後よ、当たり前よ、さすがに。こんな来年明けてもいいぐらい。すぐに開けちゃった。これは後で。じゃあこれ持って僕一応今日は。いやダメだよ。帰ろう。じゃあまずは、はい、2001個目いきます。いきましょう。いきますよ、ね、10万人を祝するような、まずおめでとう10万から、そう、この1枚目で来年の運勢が決まる。これで終わ、いきます。行くのか、20万人登録者行くのか。ダダン、うわぁ、シャワーズ、確か、ええお、えシャワーズのスペシャルアーツだ。そう、シャワーズの何イラストが連撃、特別なイラストなんですよ。いや、ケイシ30万人登録者マジで嘘でしょ、見てこれみんな、ほら、えどうだ、一発目でこれはすごいんじゃないの。これね、5500円です。うわすげえ、マジで。しかもめちゃめちゃ羨ましいね、これは。シャワーズ可愛いから。いやいや、いいね、いいね、いいね。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。もうスリーブ入りがかりやな。あー、ごめんなさい、本当、メイヤさん、すいません。行きましょう、行きましょう。いや、ありがとう、ありがとう。よしよし。めっちゃ嬉しい。30万人いくぞ、これ、ケンシー。
や、こっからもう これ見てみ、これ見たらもう50万いくから来年50万登録者。じゃあいきます。はい、どうぞ。ドカッいや、この前の動画見てください。俺たちの笑いはそこに、そこに詰まってます。丸役ではもうこれで、4枚目です。まあまあ。これ、まあ。じゃあ行きます。はい。これは3枚目。あれ。ドカン！お？あー！大王道 V。はい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 、はい。大王道、でもこれ初めて。見た目か。はい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 。次いきます。これ一個一個もう2000円だと思ってるよ。そうだよ、びっくりしちゃう。いきます。はい、ドカン。おー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 、これは分かります、はいはいはい、このカードの用途は分かる、用途は分かるでしょ。これはでもね、25周年記念パックっていうのがこの間出てて、でその中に入ってるやつだね。あ、なるほどね。なんかはもうデッキに入れてもいいぐらいね。入れたいね、あえて光ってる方を入れていって、みんなに見せびらかした。あー、なるほどなるほど。じゃあ次いきます。はい、ダン。トルネロス V。 これもエスであるんだな。はいはいはい、一撃デッキね。あの一撃連、ここにね一撃のマークがついてるんですけど、はいはい、ついてますね。やっぱそういうあの種類別のカードがあったりとかして、で一撃のカードに有利な、うん、なんか効果のあるものがあったりとか、あ、そういう意味合いなんだ。これそういうものがあったり、なんかさっきからここに書いてあるやつ、連撃もあったしね。あるある、連撃、ね、一撃とかフュージョンとかいろいろあるんですけど、まあそのうちの一環のやつですね。よし、いきます。はい、これが7枚目。7枚目かな。いや、まだ6枚目。6枚目、はい。ドカン。うわー、バイバイバタフリー。いいなー、バタフリー。いいな、かわいい。あの、かぶってないのがとりあえずいいや。そうね、うん、かぶりが、あの、1個前マジ役でかぶりすごかったからあの、かぶらないだけで嬉しい。確かに。そう。確かによくあんなにかぶりましたね。よくあんなにかぶったらってくらい、さっきかぶってたから。丸役でしか出てこなかったの。これはかぶってないのがね、それだけでもう、ほっとするというか、よかったっていう。いろんな、かぶらないように。いきます。ほい。ドン！うわぁ！マジか！うわっ、こアルセウス&ディアルガ&パルキア。え、これどういうこと？三振のスペシャルアートだ。何？当たりとか外れとかはポケカにはないけど、うん、あの大当たりです。なになにこれ、取り扱いに気をつけてください。それ21,800円。嘘でしょ。嘘。じゃあちょっと一回スリーブ入れてもらって、ケシ、あの40万登録者いきます、ね。嘘でしょ。50万いくでしょ。持ってない。なのか持ってる。俺は持ってえるかな、持ってるかも。1枚あるかないかだな。うお、これはめちゃめちゃレアです。多分あのショップのなんか大当たり枠の中にも入ってるはず。本当だ、入ってる。あ、本当だ、入ってる。大当たり枠に入ってる。ここにありますね。ある。1枚しかないね、今回の。だから900分の1のカードだ。2000円で買ったんだったらもう超お得。もうでも、あと全部もう解読よ。そういうことだよね。これが1枚あるだけ。やば。これとシャワーズあるだけでもうダイヤド、そうだそうだ、シャワーズもいい。ダイヤドバンテージですよ。お、でかっ。すごっ。いいだれー、最高じゃねえか。いいだれー。こういうとこでしっかり出すから10枚いったのよ俺。もっとんな。よし、ここもう、いや、もう一回、もう一回ね。いや、そうだね、これ人間の欲望って恐ろしいよな。もう一回なんか来いって思っちゃっても。いきます。はい、ダン。うわ、なに、え、なにな、なんか空白になってる。これはね、誕生日おめでとうのピカチュウね。え、誰かの名前を書いてプレゼントしてあげようっていうカードのやつで、これもね、昔あったやつを再録で、今回の25周年記念のやつで登場したやつですね。良さそうというか、普通になんかいいな。いや、カードはいい。これはもう完全にあの、いい、うんうん、とても人気なカード。なんかいろいろプレゼントしたりする。これはいいな。ちなみにそれも多分4000円ぐらいする。え、そうなん。これめっちゃいいな。これなんかこれちょっと今のところなんか個人的には一番なんかおおって感じが。ケシ、うん、奥さんに、そうそうそう、誕生日奥さんの名前書いて。絶対やだ。なんでだよ。ボールペンで。絶対や。なんでだよ、ボールペン。いやいやいや、マジ名前書いて渡してほしい。絶対ここに自分で名前書くでしょ。そうそうそう、恐ろしい。そんなこと絶対しねえ。そういうカードやから。やだ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 。じゃあこれ9枚目。はい、9枚目いきます。はい、ドカン。あー、ボスの指令。さっきのボス指令。はい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 。これはね、これも1回のポケモンデリカレスですね。そうそうそう、これもデッキに絶対必要な。そうね、こういうのはだから嬉しいね。うん、あと、サカキは、あ、そうか、サカキか。
何？いやーそれ5500円。やばない？これだって引きすぎ、引きすぎてない？引いてるもん。ずるいずるい、引きすぎてない？さっきから何それ、何が起きるの？いや、わかんない。2022年、これとかいいよもう。まあ確かにこっちの方が下手したら、もしかしたらレア度で言うとっていうところあるかもしれないね。最後2000円、はい、オリパ10枚目、はい、ゴー。あー、オッケーオッケーオッケー、一回ね、最後で茶を濁す、茶を濁す、茶を濁すと濁す、濁す茶がおかしいんだよな、もう。いや、これすごいな、激レア、やば、超超羨ましい。これはさすがに、やったすごいね、めっちゃ嬉しい。高田健太、10万円おめでとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。ただね、まだこれは2000円分のオリパ10枚だ。嘘でしょ。え、これ何、2000円分のオリパ、嘘でしょ。ここでちょっと若干俺も、うん、ちょっと満足気味だけど、今もうなんか分けとけばよかったなって思ったでしょ、今。なんかね、なんかその開けんのが怖い、この後俺がそのここのちょなんかね、運がね、運がそうこっち大丈夫みたいなここが良すぎて、そっちまで上振れてるのか。そう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 、何枚入ってます？あ、まあまあそうだよね、まあね、もうこの時点で、ね、これローダーに入ってるわけですね。ローダー、板の中に。じゃあ1枚だけってこと？多分ね、うん、1枚だけ、1枚だけ。ポケモン結構ね、いいやつが出たんで、ね、トレーナー系が欲しいです。うわ、怖っ。では、うわ、めっちゃドキドキする。すごいね、これドキドキか何これ、めったに味わえねえよな、そんな。すげえ、なんか変な汗出るわ、マジで。じゃあ、いきます。3万円のオリパ、いきましょう。3、2、1、ドン。ミュウ、なるほど、おめでとうなんだなんだ、いや、おめでとう、なんだなんだ、いや、もうこれ激レアのやつよ。あ、そうなの、うん、25周年の最近再販したやつの、はいはい、中に入ってるミュウの S レアバージョン、はい、おー、どうなんす、これ1枚で1万円ぐらいするレアなカードです。あー、なるほどだからやっぱなんかそういう気がしとる、なんかね、申し訳ないけど、これと比べちゃ申し訳ないけどいや、そうは、いや、そう分かってるよね、いや、もうそうだいや、絶対そうだと思った、でもなんだろうな、いや、そうね、そう、まあまあまあ、これだってもう めった手に入らないやつですから。そうですね、大変貴重なカードで、1枚1万円って、それだけでも1枚のカードですよ、おかしいですよ。いや、人間の心の動きがおかしいよ。確かに、ちょっとずつレベル上げていくつもりが、ね、そうそうなんだ、うん、一気にぶち上がっちゃったからその後の心の持っていきの頃が難しいです。分かる分かる。じゃあ、はい、10万人記念ラストのね、10万人これこれこれ、まあ、こちら全20口で、はい、まあ、ぶち当たりというか激当たり枠は、はい、まあ、サナとか、はい、ロケット団のピカチュウとか、はいはいはい、ギャラドスのポンチョを着たピカチュウとか、ミュウツーとか、まあ、いろいろあるんですけれども、衝撃的なレアカードになりますね。じゃあ、いきますか。はい、マジでこれで剣士の2022年、これだよ、頼むよ、シリスモンじゃやだよ怖いな20よ。あ、20、これで多分もう見れるよね、見ると思う。では5万円のオリパ、初心者が買うもんじゃねえって、マジおかしいよ、おかしい、いきます、はい、3、2、1、ドン。おー、マリー、マリー、マリーだし、マリー、マリーだ、ちょっと待って、え、あ、マリーか、マリー、マリー、どうした、え、2枚入ってるから、あー、そういうことね、マリー、マリー、これは俺一番大好きなカード、ナナコさん持ってるやつだよね、持ってる、喋り方も可愛いんだよね、確か、うん、俺も3枚ぐらい持ってるそんな持ってんのかよなんだろう、なんだこの気持ちは、出すんじゃねえぞ逆に、そうでしょ、持ってないって言え持ってないですでもいいよ、いいよいいよいいよ、マリオも全然、うん、これかこれが俺の心をぐちゃぐちゃにしたかすごい、これが俺の心をぐちゃぐちゃにしたよすごいけどな、まあ、ということで、はい、10万人記念で、うん、オリパ10枚分向いていきましたが、はい、
どうこれ見た感じ。いやもうめちゃめちゃレアよ。どう、まあ、一部だけどこれ超レアよ。ここに並んでるのは、はい、そのレアリティとか関係なく、うん、なんかこれがいいよなんかわかんないわかりますかわいいなんかかわいいよね、うん、ピカさんとかねピカクロスとかいや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 誕生日にあピカクロス確かにいやもう高田村常連の誕生日にプレゼントするためにどうですか。いやもうピカクロスにこのピカチュウをあげる価値はない。いやいやそんなことないよ。ピカさん誕生日近くなかったか。あ違うか。わかんない。ピカさんあれか。登録者が2万人が近いだから。あそうだ。そうか。ぜひハマってどん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 コレクション楽しんでください。もう壁に並べます。はい。汗かいてんじゃない。いや汗かいて。かくよ。そりゃいやあのね人の動画とか見ててさ。うん3万とか5万とかさ人の金だから、うん、さっさと抜けろみたいな開けろよなダラ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 しやがってなじらしてないねんって、はい、な30万ぐらいさっさと開けたらええやんって思ってましたけど、うん、いやいや重みを今日感じたそりゃ感じるよな。なるほどさっさと開けることはできない汗もかく汗かいたとかどうせ適当なこと言ってんだろって思ってましたけど手汗出る本当にマジで出るこれドキドキしすぎてスリーブ入れてくれる係の俺に渡す時の高さ手震えてますちょこれ入れて入れてドキドキがすごすぎるこれいやよかったまた、うんはい、いっぱい集めましょう。はいこのもういっぱい集めていくんでね今後とも教えてくださいもちろんでございます、はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。10万人おめでとうございます。ありがとうございます。